前投票行ってきました、参院選の。ああ、そうね、今ね、期日前投票行ってきたね、ここはね、投票できるとこね、どうでしたか、手応えは。手応えはね、ただ有権者なんでね、手付かしないんで。そうですか、誰に入れたとかって言っていいんだっけ、誰に入れてくださいっていうのは言っちゃいけないんだよね、ちなみに誰に入れたの。東京選挙区山本太郎。期日前投票とか僕らは両方ね、用紙忘れてその場で書いてたんだけど、身分証明書も別にね、提示も求められなかったしね、簡単だよね。簡単だよね。あの、選挙行かない人たちについてはどう思いますか。選挙行かない人たち、いやー、だって 99% が入れるべきです。もったいないよね。じゃあ、なんか疲れてんね。疲れてる。暑いんだよ。